こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、建物買取請求権について2パターン、基本的な部分をお伝えしたいと思います。まずこれ、借地契約が前提となっているんですね。地主と借地権者の間の、ここの借地契約、ここですね、地主と借地権者との間の借地契約、つまり地主は借地権者に対して土地を貸すと、で借りた土地の上に借地権者は建物を建てると、まあいう状況ですね。で、ここで一つ目ですね。更新拒絶についてです。借地契約が期間満了の際に、地主の更新拒絶によって契約終了しちゃうよといった場合の話です。まあ通常は法定更新、法定更新となっていくんですね。建物が存在する限り、借地契約は更新されていくんですけれども、期間満了の時に、地主が正当事由によって異議を申し立てることによって、更新が拒絶される。まあ、つまり、期間満了によって契約が終了するといった場合もあるんですね。で、どういったことが正当事由に当たるかというと、例えば地主がこの土地を使う必要性だったりとか、また借地権者がこの土地の利用の仕方が、まあ、著しく悪いだったりとか、例えばもうゴミをいっぱい溜め込んでいて、近隣の住民からクレームが来ていると。まあ、そういった場合とかですね。まあ、いろいろな事柄を考慮した上で、まあ、これは正当事由に当たると裁判所が判断すると、更新拒絶となって、期間満了によって、借地契約は終了すると、まあ、いう話です。で、この場合、借地権者は土地を借りているんだから、土地だけ返したらいいっていう話ですよね。ただ、そこの上には建物が建っているわけですよ。そうすると、これ建物を壊して、さら地で返すってなってくると、この建物もったいないですよね。まだ使えるのであれば、これは使った方がいいですよね。ということで、借地権者には地主に対して、この建物を買い取るよう請求することができます。これが建物買い取り請求権ですね。で、この買い取り金額なんですけども、これは建物の時価で判断するんですよ。つまり、新築時、例えば3000万円で建てたと言ったとしても、これどんどん使っていくことによって、値段は下がっていくわけですよね。もう築30年で市場価格が1000万円ぐらいなのであれば、この買取請求できる金額も1000万円ぐらいになるという話です。で、続いて、この借地上建物を第三者に譲渡した場合の話です。借地上建物を第三者に譲渡しました。で、譲渡をしたら、これと同時にこの借地権も第三者の方に移るわけなんですよね。で、この場合、地主の承諾が必要になってきます。これは前回の動画、借地権の譲渡、転貸のところでお話した内容なんで、わからない方はそちらの動画、先にご覧いただければと思います。で、もし地主が承諾しない、また裁判所についても地主の承諾に代わる許可を出してくれない、まあ、この場合、第三者は借地権取得することができないということになるので、土地を使えないっていう話なんですよ。もうそうなってくると、第三者はこの建物を所有していたとしても土地が使えないわけだから、建物も使えないっていう話になっちゃうので、この場合は第三者は地主に対して建物の買取請求ができます。第三者は地主に対して建物の買取請求ができるということですね。これも時価で買い取ってくださいと。建物の時価で買い取ってくださいというふうに主張することができるという話ですね。で、この第三者についてはこの譲渡、まあ、買い受けた時に不動産会社に仲介手数料とか払っている場合があるかもしれないです。そうなってくると、その分は、まあ、ちょっと損失になってくるわけですよね。時価で買い取って、で、時価で売り渡したとしても、ここで仲介手数料かかってきているわけだから、まあ、ちょっとその分は、まあ、損失受けるわけなんですけども、まあ、大きな損失はないと。まあ、いったイメージです。これが建物買取請求権の2パターンですね。もう基本的な部分なんで、この2つは最低限、頭に入れておきましょう。誰から買取請求ができるかっていうのが一つポイントになってくるんですね。こちらは借地権者から買取請求。こちらは借地権者から買取請求ではなくて、第三者。借地上建物を取得した第三者が買取請求できるんだというところを頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。